こんにちは。今回は J リーグの57クラブの中でスタジアムの雰囲気がいいと思うクラブを1位から10位まで上げてみました。新型コロナの影響で J リーグでも無観客試合が何試合も開催されていますが、お客さんが誰もいないスタジアムというのは味気ないものです。日本政府が東京オリンピックの有観客にこだわるのも、プロ野球や J リーグや大相撲の無観客だった試合のことを考えると当然のように思いますが、サッカーファンの投票によるスタジアムの雰囲気がいいと思うクラブのベスト10です。1位に輝いたチームは15票を獲得しました。2位のチームは11票、3位のチームは10票でした。7位タイのチームが2チームあります。それではスタートです。まず最初は10位です。10位は4票を獲得したサガン鳥栖です。ホームスタジアムの駅前不動産スタジアムは日本屈指のスタジアムと評判です。 JR の鳥栖駅の目の前にあって立地も最高峰です。 J2 時代はあまりお客さんが入りませんでしたが、 J1 に昇格してからはサポーターの数も激増しています。非常にいい雰囲気の中で試合が行われるので、サガン鳥栖のホーム戦での成績がアウェー戦と比べるとはるかに優れているのも納得できます。次は9位です。9位は5票を獲得したガンバ大阪です。2016年にパナソニックスタジアム吹田が完成しました。新スタジアムになりましたが、スタジアムの雰囲気も大きく変化しました。かつての万博は臨場感のあまりないスタジアムでしたが、パナソニックスタジアムになって劇的に変化しました。こちらに移ってからホーム戦でなかなか勝てていないのは悩みの種と言えます。次は7位タイです。7位タイの1チーム目は6票を獲得したアルビレックス新潟です。 J2 時代からサポーターの応援が大きな話題になっていました。年間の平均観客動員数が4万人を超えたシーズンもあります。サポーターの熱量は凄まじいものがあります。ここ最近は動員数こそ減ってきていますが、相変わらずスタジアムの雰囲気は最上級と言えます。次も7位タイです。7位タイの2チーム目は6票を獲得した浦和レッズです。言うまでもなくサポーターの応援は大迫力で、アジア屈指のサポーター集団と言われます。J リーグでダントツの動員力も大きな武器になっており、埼玉スタジアムの雰囲気に圧倒される選手はたくさんいます。大迫力のチャントは J リーグの名物の一つになっており、威圧感のある応援で選手を全面的にサポートしています。次は6位です。6位は7票を獲得した京都サンガです。こちらも2020年から新スタジアムのサンガスタジアム by 京セラでリーグ戦を戦っていますが、新スタジアムの誕生によって観戦環境は劇的に変化しました。残念ながらコロナの影響でこれまでほとんどの試合が入場制限ありの試合ですが、西京極時代と比べるとスタジアムの雰囲気は劇的に変化しました。長期時監督になってこれ以上ないほどの結果が出ていることも大いに関係しているとは思いますが、個人的には今 J リーグの57クラブの中で最もいい雰囲気で試合が行われているクラブではないかと思います。次は5位です。5位は8票を獲得した清水エスパルスです。サッカーどころである清水で活動するオリジナル10のクラブです。なんといっても目の肥えたサポーターが多いのが特徴です。いいプレーには大きな拍手が送られて、良くないプレーに対してはたとえ清水の選手であっても苦言を呈する声が至るところから出てくるのはさすがサッカーどころと言えます。アイスタを苦手にしているクラブはたくさんあります。清水という場所は日本サッカー界にとっても特別な場所と言えます。たくさんの名選手がここから生まれています。次は4位です。4位は9票を獲得した長野パルセイロです。 J3 に所属しているクラブの中では唯一のベスト10入りです。
ホームスタジアムである長野 U スタジアムは日本有数のスタジアムです。同県の松本山雅のホームであるアルウィンに負けないほどのいい雰囲気です。 J リーグの舞台でのダービーの実現が待ち望まれます。次は3位です。3位は10票を獲得した松本山雅です。4位となった長野パルセイロは同県のライバルです。長野県勢が3位と4位にランクインしました。サポーターの熱さは日本屈指と言われています。アルウィンも日本屈指のスタジアムと評価されています。このスタジアムの特徴といえるのは、盛り上がっているのがゴール裏のサポーターだけではないという点です。一部のアウェー席を除くと、ほぼ全方向から松本山雅をサポートしています。サポーターとスタジアムに関してはすでに J1 でも屈指と言えます。次は2位です。2位は11票獲得した川崎フロンターレです。今シーズンも首位を走っており、黄金時代を迎えていますが、あらゆる面が今の J リーグでトップクラスのチームです。等々力陸上競技場の雰囲気も J リーグでトップクラスと言えます。こちらもトラック付きのスタジアムというハンディを抱えていますが、温かいサポーターがクラブを強烈に後押ししています。改修工事でどんなスタジアムに生まれ変わるのかは注目されます。最後は1位です。1位は15票獲得したファジアーノ岡山です。シティライトスタジアムも JR の岡山駅から徒歩で10分から15分ほどの距離なので、立地は最高クラスです。シティライトスタジアムもトラック付きの陸上競技場ですが、ハンディを感じさせないほどホーム戦の時はいい雰囲気の中で試合が行われています。よくある陸上競技場でこれだけの雰囲気を作ることができるのは素晴らしいと言えます。県民の多くが初の J1 昇格を期待しています。1位から10位は以上です。まとめるとこのようになります。1位は岡山、2位はフロンターレ、3位は松本山雅、4位は長野、5位は清水、6位は京都、7位は新潟と浦和、9位はガンバ、10位は鳥栖となりました。地位に輝いたのはトラック付きというハンディを抱えているファジアーノ岡山でした。2位の川崎フロンターレと7位タイのアルビレックス新潟もホームスタジアムはトラック付きの陸上競技場ですが、素晴らしい雰囲気が作られています。専用スタジアムをホームとして使用しているクラブの中では3位になった松本山雅が最高順位でした。11位以下ですが、マリノスと仙台が11位タイ、柏とセレッソと神戸と磐田が13位タイとなりました。この辺りのクラブもサポーターから高評価を受けています。13位タイとなったセレッソもホームスタジアムが改修されました。先日の試合は無観客でしたが、どんな風になっているのか興味深いところです。今回の動画は以上です。面白かった時はチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。それ以降の時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。